素敵な一日ちゃう素敵な一年になりますようにおめでとうございますクラッカーあればよかった。あちゃさん、歌詞お持ちありがとうございます。あきひこさん、コン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 。メリケネクのコン、ありがとうございます。キーポーさん、コン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 。メリケネクのコン、ありがとうございます。あつしさん、コン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 。メリケネクのコン、ありがとうございます。おっちーさん、たこさん、ありがとうございます。たくやまるさん、一番のクローバー、ありがとうございます。消防さん、かしゃもち、ありがとうございます。たかまささん、お花ありがとうございます消防さん、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。マザエルさん、コン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 。マリギネクのコワン、ありがとうございます。ルダップンタン、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。かしゃもちも、ありがとうございます。マルさん、コン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 。メリケネクのコボン、ありがとうございます。ホーリーさん、だるま、ありがとうございます。タコボンさん、会ありがとうございます。鈴木さん、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。モータンから元気もらってますので、ありがとうございますピアさん、コン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 。メリケネクのコボン、ありがとうございます。それでチンテールです。マジェルさん、お弁当箱包む風呂敷みたいなやつ、ありがとうございます。トシさん、誰もたくさん、ありがとうございます。サルボボさん、コン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 。マリギネクのクボン、ありがとうございます。ピンコさん、ハート、ありがとうございます。ムカネコさん、コン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 。マリギネクのクボン、ありがとうございます。ピンコさん、ハートたくさん、ありがとうございます。クリラッチョさん、コン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 。マリギネクのクボン、ありがとうございます。わー、クマンさん、くしゃもち、ありがとうございます。コウスケさん、お弁当箱包む風呂敷みたいなやつ、ありがとうございます。こんにちはほっぺたに落書き消えた、うん。スーさん、くしゃもち、ありがとうございます。さきみんさん、コン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 。パリキネコのコマン、ありがとうございます。ちょっと待って、もうね、ついてきてないかも。あ、ついてきた。ケンちゃん、コン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 。マリキネコのコボン、ありがとうございます。午前中大賞、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございますこちらこそ。ヘロボンさん、コン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 。マリキネコのコボン、おうありがとうございます。はい台風、テロップを出したいと思います。あ、わ、はい、今朝、大さん、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。また大さん、よろしくお願いしますはい、テロップは、こんばんは、ももなちゃん、こんばんは。テロップは、じゃーん。フォーダーリクエストアワー、イエーイ。先週の土日に、先週の日曜日先週の、日曜日ね。先週の日曜日に、イベント中の時に、リクエストアワーをして、10位から6位まで発表したんですよ。なので今日は上位の5位から発表していきたいと思います。ちょっと前回のね、見てない方もいると思うんで、前回のあらすじよくテレビであるよね。トモさん、ハートありがとうございます。前回のあらすじは、そしてね、ありがとうございます。前回は10位が12月のカンガルー、9位が雨の動物園、8位がウィンブルドンへ連れて行って、7位が滑り台から、6位がパレオエメラルドでした。今日はそれの5位からです。続き続きです。
らもありがとうございます。ふうさんコン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 、マイケルコのコモン、ありがとうございます。今日は1位までです。それではもうやっちゃっていいよね、もういいよね。それでは第5位の発表を、あ、そうそうそう、あの米印ね、これはあのメールの返信の票数で決まったものなので、あの自分のリクエストした曲があの入ってなくても文句はやまないでください。わかりましたか。ひまたんコン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 、マリキリコのコモン、ありがとうございます。それでは第5位はジャカ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 ジャン、初日、イエーイ。初日はすごく多かったです。初日です。初日はカラオケ機能のやつにあるので、カラオケ機能のやつでやっていきたいと思います。意外、本当多かったの。歌います。初日やったことある、一回だけねカラオケで歌ったことあるんですけど。はい、今からやっていきたいと思います。やないでね、途切れないように頑張ります。途切れたらごめんなさい。お、いけるかも。あー、途切れずいった、いったよ、途切れずにできました。声の調子は大丈夫ですか。あ、あ、あ、いい、いいかな。じゃあそれでは聞いてください。平野桃奈で初日。と電気の中、厳しいレッスン、自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある。思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花。その努力決して裏切らない。夢は汗の中に芽を出してずっと待っている。いつか聞いた「スポットライトがこんなに眩しいなんて」「長い夜が明けた朝のようね」「先輩たちには負けたくないよ」「絶対に私たちのショーを作りたかった」「怪我をして休んだ時悔しくて泣いた日もある。学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先に泣き
抜きで歌おう。初心を忘れず全力投球で、あ夢は少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。夢は汗の中に目を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。音符ありがとうございます。はい、第5位はスクショ第5位は初日でした。ももの一番好きな歌詞は頑張ったつぼみがやがて咲くってところです。もうそこが一番好きなの。クビゴンさん888ありがとうございます。ありがとうございます。そう、この曲はね、歌詞が特に好きです。ももはどうなるですかさんは、ありがとうございます。感動しました、ありがとうございます。はい、こんな感じです。1時間で間に合う、え、間に合うと思うよ。あと4曲だ。カビゴンさん、会員ありがとうございます。未来、カナイさん、コン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 、マリキレクのコマン、ありがとうございます。コウさん、ハートありがとうございます。それでは続いて第4位の発表をしていきたいと思います。続いて第4位はジャグ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 、じゃん、狼とプライド、イエーイ。狼とプライドも良かったです。これはモモが描いた狼とプライドの衣装で、これはモモが描いた狼さんたちです。こんな感じでもね、それっぽい衣装がなかったんで、ベレー帽をかぶります。ママ来る、うん、来ない。来ない。え、キツネじゃ、キツネじゃないよ、狼だよ。一応あの狼のつもりで描いてるんですけど、狼じゃない。ママとするの、うん、一人でやります。はい、次はソロです。オオカミとプライドです。これはカラオケ機能にないので、あちらの B ステージで踊っていきたいと思います。チャレンジでーん、ここら辺だな。15分経過、じゃあこれを踊ったらテロップを出します。今日の格好こんな感じで、ここにリボンがあります。はい、現場の平野さん、はーい。なんでカラオケないの、ダメ踊るのじゃ。はい、それではモーターリクエストアワー第4位はオオカミとプライドです。どうぞ。だからいきます。風に吹くラブ、真っ白なスカート、
誰かを好きすぎるせいかしら、名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいね、子供扱いしないでほしい、私これでもレディーなの、本気なのにあなたがじれったい、お行儀よすぎるわ、私の狼さんはなぜか臆病ね、あなたがじれったい、お行儀よすぎるわ、羊を前にしてもそうはない、キスくらいしてくれなきゃ私にだってプライドがあるわです。よいわ、オカミとプライドでした。ありがとうございます。はい、これは初めて踊りました、みんなの前で。めっちゃ倒れちゃう。ちょっと待って、オオカミなんか怖くない。ナンパ初そうです。なんか画面が下に下がったような気がしなくもないけど。かわいすぎ、かわいすぎただって。ありがとうございます。初めてと思うの、ほんと覚えたの。はい、あおちゃんさん、コン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 、マリキネコのコワン、ありがとうございます。この曲はモモが SKE に入る前に、メーテル焼き祭りを見に行った時に、須田さんとかが踊っていて可愛かったです。あと11、違う、アンダー18の公演でアイアイさんと上村さんが踊ってました。こんな感じです。ワイも言ってた、ほんと？オモだよ。誰とやってみたい？誰でも結構いいかも。みっちゃんとやってほしい。やりたい。仲間もできもやりたい。しゅうちゃんときもやりたい。じゃあ今からは一瞬の間に早着替えをしたいと思います。この間喋る人がいないのでぴょんちゃんにつないでもらいたいと思います。よろしく。一緒に切れてきます。はい、こんにちは。どうでしたか？オオカミとプライドでした。
ケー。オッケー。黄色です。黄色っていうことは？いや、そんなにヒントになんないよ。それでは第3位は？じゃが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 じゃん！青空ことおもい！イエーイ！第3位は青空ことおもいです。青空ことおもいもカラオケにないので踊ります。うん、下も変えたよ。下はさっき中に入ってたんですよ。黄色の、なんか黄色のチェックみたいな違ったっけ。モーが見たときはなんか黄色関係ないじゃん。いいよもう。いいの。はい、こんな感じです。はい、それでは踊りたいと思います。第3位は平野モナで青空かと思い。イントロですね。制服の君が今春の風に髪揺らし、いつもの坂道を一人で走ってくる。偶然を装ったすれ違いの一瞬に切なくときめいて心臓が止まりそうだよ。名前も知らない野花に惹かれて倒ることもなく遠くから眺めてる。このまま枯れずにいれない。青空片思い恋は空の下で生まれるんだ。芽生えた愛しさは太陽が育てる。青空片思いこんな歌があるように、君とあるそれだけで幸せになれるよ。僕は君が好きだ、大好きだ。はい、第4位は平野モナで青空片思いでした。ありがとうございます。はい、こんな感じです。下がっちゃうな、ちょっと待って。3位、そうです、3位です今。今は3位です。なんかさ、一回一回さ、何画角っていうの。あっちさんいいね、ありがとうございます。有松さんハートありがとうございます。どうでしたか？どうでしたか？最高です、ありがとうございます。めっちゃ言わしちゃった。ふっちゃんコン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 、マリキルクのおコン、ありがとうございます。感じ違う？何が？合ってない？合ってるよね。違う？ブーさん、コン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 、マリキルクのおコン、ありがとうございます。ほら見たことある。うん、習ったよ。あ、そうじゃん。まあいいや、モモが書くときはこれなの。モモが書くときはこれなの。いい？許してね。はい。なるほどでした。でしょ？でしょ？こういうことですね。有松さん、お花ありがとうございます。は
何も出てません。それとは、と、第2位の発表です。第2位は、じゃが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 じゃん。ほほえみのポジティブシンキング、イエーイ。多かったです、すごく。すごく多かったです。知ってるみんな。これはカラオケにあるのでカラオケで歌います。超好き？本当？おもちなろう。そう。よかった。じゃあ刺します。はい、設定します。うちさびが最高。本当？しんしんきくあった。10年前の曲、え、その前なの？いい曲だよね。はい、切れてない。え、待って、今日カラオケで切れてないよ。ほい。そう、これはね、カラオケにあったんですよ。ないかなと思って踊りの方を覚えようとしてたらありました。それでは聴いてください。モータンリクエストアワー第2位で、ほほえみのポジティブシンキング。私を連れてってさ、未来のどこかへ。そっと目を閉じているから、手を引っ張り真っ暗な道話でよ。雲が空を覆って悩むことも時々ある。私のためを思って腫れ物に触るように、イライラな人が気遣い、少しずつ孤独になるよ。心の窓はほんの少し変えよう。光よ、地面照らしてよ。そう、今いるこの場所、行き止まりじゃないよ。前を向いて、いくつもの道が広がってるだろう。ため息をついちゃダメ。よち登るより、他の道を探せばいい。楽な方を歩き出そう。肩の力を抜いたら見えるはず。どんな生き方も目指している、そのゴールは同じさ。
れてて寂しいのどこかへ、そっと目を閉じているから、手を引っ張り枕の道話してよ、地図なんか当てにしないさ、明日を信じてるんだ、悲しみの後はいつだってもう一度ありがとうございます。ヨノポジさん最高ありがとうございます。踊ったことあるのかな。うん、ない。みんなの前では一度も歌ったこともないし踊ったこともありません。カワさんありがとう、ありがとうございます。イルカムムの95番さん、ハチャハチャハチャありがとうございます。イモタン最高ありがとうございます。トシさんオープンありがとうございます。ホッチーさん、かわいい、ありがとうございます。スベタンピョンさん、クマさん、ありがとうございます。ヒロモンさん、かわいい、ありがとうございます。テシさん、ありがとうございます。テキーラさん、かわいい、ありがとうございます。どうしたに、だってそれよりも多い曲があったから。アリマツさん、かわいい、ありがとうございます。今は2位です。それでは1位の発表をしていきたいと思います。桃太郎リクエストアワー第1位はジャガ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 ジャはみんな好き？そう、制服で放課後レースをしてくださいというリクエストがすごく多かったので、ぴょんちゃんの出番です。ぴょんちゃんの出番が来ました。これはここにぴょんちゃんにまた。やってもらいます。もうちょっとさ、高い方がいいよね。マネキネコの小判に乗せとこ。あ、いいじゃん。はい、司会者のぴょんちゃん、よろしくお願いします。はい、はい、次の第1位の曲はエス公演でよくやってます。みんなは好きですか？
ください。あとちょっとです。セーラー服か普通の、なんだっけ、あの普通の制服がどっちだと思いますか？あおちゃんさんにはありがとうございます。早いの、ほっ、ありがとう。セーラー服になりました。トシさん、おっぱいありがとうございます。ぴょんちゃん最高。ももじゃなくて。これはあるんですけど、カラオケに踊ってくださいっていう方が多かったんで踊ろうと思ってるんですけど、踊りでいい？いい？ OK OK。 じゃあ B ステージに移動します。はい、移動します。セーラー服は握手会で1回着て、ショールームでは2回目です。頑張って縦に。ルル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 ルン。いい感じ、いい感じ。じゃあ桃太郎リクエストは第1位聞いてください。ヒラノンバダで放課後レース。貨物列車が通り過ぎてく、ガタンガタンという音がさ、教室の窓ガラス揺らしたらもうすぐあと1分でチャイムが鳴り、僕らは自由になれるんだ、もう下校タイム、さっさと出て行こう。真っ青な空、夏の匂い、校庭を走り抜け、駐輪場を止めてた自転車こぐんだ。君より先に先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ。今まで僕が負けてるし、はいはい、どっちが好きか好きか、今日こそ今日こそ意地を見せてやる、そう思っていたんだ。二人の放課後レース。はい。モーターリクエストは第1位は、放課後レースでした。ありがとうございます。放課後レース、好き。アンコール、何を？カラオケで？次はカラオケでフル？同じ曲2曲も歌っていい？イノセンスは本当はね、本当にイノセンスが1位だったの。イノセンスがね、本当にほとんど1位と言ってもいいぐらい1位だったんですけど。センサー歌えないので。こうアンコールで、あ、ちょっとちょっと裏の話をしますね。本当はアンコールにまだ歌えるか、アンコールになんかこの前セリフが言えなかったんですよ。ハート型ウイルスのハート型ウイルスのセリフが言えなくて、アンコールにハート型ウイルスと昨日歌えなかった意外にマンゴーを歌おうと思ってたんですよ。全部いけるかな。どれから先に 歌えばいい。みんなの票数で決めます。
角ですか、ハート型ウイルスか、どれがいい？ハート型ウイルス？ハートが多い。あ、マンゴー重い。ハート？え、めっちゃハートが多いよ。コスケさん、ハートありがとうございます。マンゴーハートしか。じゃあハートを最初に歌っていきたいと思います。ハートというのはハート型ウイルスです。いい？いいじゃん。はい。この前のセリフはここの歌詞に出てなかったのでメモってきました。はい、今日はセリフ付きでいきます。聞いてください。ひなのももなでハート型ウイルス。ピンとこなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないんだよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空病。ハート型ウイルスは性格変えちゃうみたい。あなたに熱あげてゆく。息苦しくなるの。頭ぼーっとしてしまって、の意味も気づかなかった。絶対ありえない、そう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたい。またみたい、どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。
ありがとうございます。これはリクエストアワーのあのアンコールです。県外です。かおさんハートありがとうございます。じゃあ最後いけるかな。意外にマンゴー。番外編、そうそうそんな感じ。もう一曲いけるよね。マンゴー、マンゴーナンバー2じゃない方ね。そっちじゃないよ。こっちじゃないよ。それでは聞いてください。平野桃奈で意外にマンゴー。飛び込んだスプラッシュ、夏の日差しに背中を焼きすぎたスプラッシュ、そばにいるだけでスプラッシュ、意識してしまうスプラッシュ、君の水着が去年より小さくて、恋はあれから急に成長したのか、変な意味じゃなくてハートした。意外にマンゴー、伸ばすは早すぎる、まだまだ待たなきゃ、マンゴー青春果実、いつの日か大人になったら君のことが好きだと言いたい。光る水面からビー顔を出した時ビー、君が偶然とウォッチを眺めてたビー、不意に目が合ってビー、微笑んでくれたビー、なんか切ない、もう一度潜ろうか、君はどうしてそんなに綺麗になったの、青いままでよかったのに、驚きマンゴー、青春は駆け足だ、初めてマンゴー、スパイ経験、ああ違った。その日までは甘い香り誘われても手を伸ばさないよ。まだまだ待たなきゃ、マンゴー青春果実、いつの日か大人になったら
とうございます。あちさんからありがとうございます。あちさんからありがとうございます。あちさん分じゃ歌えないね。あと2分か。お話しします。みんなリクエストはリクエストしてくれて本当にありがとうございます。すごく楽しかったのでまたやりたいと思います。放課後レッスンまた違いの時に歌います。あとリカワで県外だった曲はこれからカラオケでカラオケの機能でどんどん歌っていこうと思うのでお楽しみに。放課後レッスンまた別の日に歌います。でも踊ったよ。はい、ということで5位が初日、4位が狼とプライド、3位が青空片思い、2位が微笑みのポジティブシンキング、1位が放課後レースでした。ありがとうございます。いい選曲ありがとう。10曲全部これももが描いたアイドルの絵。イノセンスは、うん、イノセンスはイノセンスは歌えませんけど過去このリクエストアワーの題名がモータンリクエストアワーかっこイノセンスは歌えませんなので題名に入ってる通りです。よかった1時間で間に合った。なんで笑うの、なんでてかって違います。無理じゃん。抽選で5名様プレゼントしてください。これしたいからね。次の桃太リクエストはいつ、それは分かんないよ。またできたらやります。365日のテロップはちょっとランキング読んで買ったりします。それではランキング13位コウスケさんありがとうございます。12位ピョンコさんありがとうございます。11位福地にジョックさんありがとうございます。10位ヨッツさんありがとうございます。9位トモさんありがとうございます。8位アニマツさんありがとうございます。ラッキーセブントシさんありがとうございます。6位チョボさんありがとうございます。5位カツノリさんありがとうございます。4位のロコチさんありがとうございます。3位タシさんありがとうございます。2位スペタピョンさんありがとうございます。はい、ではおいでは今日の1位ピッポッポッポーン、ジャグ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 ジャン。今日の1位はゆもたん、ありがとうございます。リクエストありがとう、55リクエストしてくれてありがとうございます。すんなりやった。いきまーす、せーの、 LOVE、 ゆもたんありがとうございます。今日3回目の登場ですね、ぴょんちゃん。3回目登場のぴょんちゃんをお呼びしましょう。ぴょんちゃん、はーい、え、はーい。ジョージがやってたのでこの絵を描きました。お猿のジョージがやってました。
なんでこれを書きました。あともう少しで1年です。ありがとうございます。あ、猿、これお猿のジョージ知らない？お猿のジョージっていうあのアニメがあるんですけど、それが今日昼にやってたので、これお猿ですお猿です。桃が描いたお猿です。ここ大富豪です、光ったからはい、大富豪情報、夜8時から5分から8時30分までやります。桃は大富豪です。よろしくお願いします。ごめん、空白だった。大富豪よろしくお願いしますはい、9時からやります。やりますか、できたらやりたいな。ハケさん、コン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 、マリキリクのコマン、ありがとうございます。モータリクエストは1日しかないの、先週やりましたトシさん、ありがとうございます。はい、ということで星もギフトもたくさん投げてくれてありがとうございます。7393人の方、たくさんの方見てくれてありがとうございます。はい、明日ももしかしたらお昼にやるかも、お昼に大富豪配信を待てるかもしれないのでよろしくお願いします。たくまのさん、ありがとうございます。それでは本当にリクエストしてくれてありがとうございます。はい、それでは左手出して、右手出して、7428人の方見てくれてありがとうございます。せーの、ニニン、ありがとうございました。バイバーイ。明日の配信もぜひ見てください。明日の配信の時間はピッポッパ、またメールします。よろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。